どうぞ。失礼します。お疲れではないですか。いえ、大丈夫です。奥様は？彼女も大丈夫だと思います。もう座っていいですよ。あ、はい。いえ、妻が来てからにします。先ほどのはお二人はもう帰られました。お子さんを別室で待たせてあったので。4歳って言ってましたっけ。はい。何かおっしゃってましたか。何かとは？私たちに頑張ってと。ああ。どちらを選んでも夫婦で最善だったと思えるように。思えるように頑張ってと。そうですか。最善ですか。そうだよな。奥様はお手洗いに。そうですか。どんな感じですか。勇気づけられたみたいですよ。それは良かった。あの人たちみたく夫婦で乗り越えていこうねって。旦那さんはどうですか。え、先ほどのゲノム編集を受け入れたお二人の話を聞いて何か考えが変わったところはありましたか。ああ、そうですね。悲観的になりすぎることもないのかなって。はいはい。やっぱ悲観的しすぎですかね。はい。僕、いえ、そんなことありません。そんなことありません。そうですか。でも、工藤さんの立場だったらそうおっしゃいますよね。言えませんよね、悲観的すぎるぞなんて。いやいや、みんなそうですよね。皆さん通る道です。そうですか。はい。だってこんな大層な機会まで設けてもらっちゃって。それも仕事ですから。そうなんですか。はい。言われてるんですよ、ゲノム編集技術に求められるのはただ遺伝子を操作して病気を治すだけではない。ゲノム編集技術の当事者になった方々の心の葛藤や不安を取り除くまでがゲノム編集技術なんだって。はあ。だから気にしないでください。ありがとうございます。取り除けるかどうかは分かりませんが、そのお手伝いができたらとは思っています。いやいや、十分です。奥様大丈夫でしょうか。出入りには気をつけているんですが、トイレで鉢合わせになっていないといいな。すみません。ああ、よかった。おい、ごめん。大丈夫ですか。はい、すみません、遅くなって。いえいえ、何か気分が悪くなったりとか。いえ、全然大丈夫ですか。はい、大丈夫です。先ほど一組目の方の話を聞いて何か具合が悪くなったとか。いえ、全然そんなことは。むしろね。え、なんか勇気をもらいました。そうですか。大変なことは多々あるのかもしれないけど、ちゃんとやっていけるんだなって。そうですね。すごくそのすっきりしました。やっぱちょっと緊張してたみたいで。大丈夫。何も無理してない。してない、してない。ねえ、ゆいちゃんもそう思ったでしょ。なんとかなるんだって。おい、仕事今名前。え、あ、いいんですよ今は。すみません。気をつけないの。まあお二人が見えたら気をつける感じで、なるだけその個人情報は。はい、分かってます。つい、まあ今のくらいならギリセーフじゃないですか。ですか。石原裕次郎のことかもしれないし。え、誰ですか。なんでもありません。知らないの。え、知ってる。石原慎太郎の弟の。え、いや難しいですよね、普段呼んでる名前もダメって言われたら。すみません、気をつけます。いろいろこれまで紆余曲折ありまして、こんな形に落ち着きました。お互いの夫婦に関する個人情報は一切明かしてはならない。名前も含めて全部。トラブルになったことがあって、こうした相談の後ネットで特定したみたいです。相談に乗ってくれたご夫婦のもとに直接押しかけたりして。するなよ。しないよ、そっちこそしないでよ。しないよ。取材って称して。また。まあまあ気をつけましょう。一時は直接こうして顔を合わせることを禁止にしようという意見もあったんですが、皆様からそれでは相談の意味がないとご意見があって、これじゃ AI と変わらないって。確かに。次は間もなく来られると思います。あれなんですよね、ゲノム編集をしなかったお二人です。お二人や先ほどのご夫婦と同じように、もともとご夫婦のお一人が遺伝性の疾患を引き起こす遺伝子をお持ちになっていました。
送ってくださった資料を読みました。ええ、生命に関わる重篤な疾患です。第三者機関による判定のもと、ゲノム編集を行うかどうかご夫婦で話し合いが持たれました。その結果お二人はしない。その聞いてもいいですか？はい、聞いといた方がいいよね。ああ、うん。すみません、実際にお会いした時に余計なことを質問しちゃいたくないので教えてもらってもいいですか？どうぞ。お子さんのことです。あ、その生まれてきたお子さんは残念なことに発症したそうです、6年前に。とても仲のいい家族だったと聞いています。よく承諾してくれましたね。本当にここに来てお話を聞かせてくださるなんて。彼らだけでした。え？今回の相談を受けて受精卵にゲノム編集を施さなかったご夫婦でお話を聞かせてくれると申してたのは今からいらっしゃるご夫婦だけです。来てくれたみたいです。よろしいですか？うん、大丈夫。お願いします。どうぞ。よく来てくださいました。メールした工藤です。どうも。よろしくお願いします。もしかして遅れました？いやいやいや、全然そんなことはありません。むしろ受付で待たされませんでしたか？いえ、そんな。よかった、時間通りです。気になさらないでください。ご紹介します。といってもお名前をお伝えするわけにはいかないのですごくモヤモヤするんですが、こちらが今回相談したい、お二人にお話を聞かせてほしいとおっしゃったご夫婦です。どうも。そのお話を聞かせてほしいといった夫婦です。この度はありがとうございます。いえ、そしてこちらが今回私どものお願いを承諾してくださり相談に乗ってくれる、お二人にお話を聞かせてくれるとおっしゃったご夫婦です。どうも、お話を聞かせてあげると言った夫です。お話を聞かせてあげると言った妻です。どうぞこちらに。どうぞ。ゲノム編集技術とは、生命の遺伝子に働きかけ操作する技術のことを指します。それが人間に対しても受精卵にゲノム編集することで疾患の原因となる遺伝子を取り除くことが認められて20年ほどになります。遺伝子が原因となり生まれた後に発症すれば手の施しようのない疾患に対し受精卵の段階で処置を行うわけです。命の修正です。私の仕事はゲノム編集技術の当事者になった方々の心の葛藤や不安を取り除くことです。取り除けるかどうかは分かりません。せめてそのお手伝いができたらとは思っています。はじめに確認事項です。この機会は特別な機会であり、相談に乗ってくださるお二人の全面的なご好意によって成り立っています。お二人はそのことをどうかお忘れなく。はい、はい、そして話す内容も個人情報には触れない約束でお願いします。連絡先のやり取りも当然おやめください。当人が話して構わないと思ったとしてもダメなんですか？そうですね、そういう空気には良くないのですが禁止とさせていただいています。それはどうして？トラブルになることもあったのでストーカー的な。ああ、一律でやめていただいています。なるほどね。では何も聞いてはいけないということですか？何もとは？ご質問があればお答えはできますけど、お二人の状況や段階によっては参考にならないこともあると思うんです。ああ、もちろん話したくないということであれば無理にお話しいただかなくても。いえいえ。奥さん、せっかく来てくださったんだし私たちからもお聞きしたいこともあるし、
自分たちのことも話せる限り話すつもりです。はい。気をつけてくださいね。私はそうした面を配慮するためにも常に同席させていただきます。よろしいですよね。はい。では始めましょうか。少しだけ改めて説明させていただきます。ご相談した際にお伝えしたように、こちらのお二人は現在体外受精による妊娠を検討されています。重篤な疾患を発症させる可能性が高い因子を遺伝子にお持ちになることが判明したため、ゲノム編集による処置をお考えになっているからです。第三者機関によって判定された生命に関わる重篤な疾患です。現在ゲノム編集を行うかどうかご夫婦で話し合いが持たれているのですが、自分たちだけでは判断が難しいとのことで我々にご相談されました。これが現在の状況です。お間違いなかったでしょうか？ありません。以上です。ではここからは私のことはあまり意識されずにご自由にご発言ください。どうぞ。何かご質問はないですか？何でも何か聞きたいことは？あ、そうですよね。そう。ああ、いや、聞きたいこと。私たちのお話を聞きたいということは、どうしようか悩まれているということですよね。はい、はい、そうです。どうしたらいいのかわからなくてね、誰に相談したらいいのかも判断する基準がないんです。お二人で意見が割れてるんですか？いえ、割れてるっていうか。そうなんです。え？何？割れてるってことじゃないだろ。割れてるじゃない、あなた反対でしょ。そうだけど、それはどちらかといえばってだけで、賛成することに確信が持てないってだけだから。割れてる。ああ、いや、いいじゃないですか。それならばそれで、別におかしなことじゃありません。ですよね。はい、それがむしろ普通です。お二人は、はい、意見が割れたりは？その時？はい。それは初めから一致はしませんでしたよ。そうですか。僕も妻も何度も考えが変わりました。はあ。当時は相談できる相手も全然いませんでしたから。どのくらい前ですか？あ、すみません、これって。いやいや、このぐらい大丈夫ですよね。よろしいのであれば構いません。15年前かな。17年。ああ、そうか、17年前ですね。17年っていうと、本当にゲノム編集技術が使われだした走りですね。じゃあ相当悩まれましたよね。大変でした。先輩もいないですからね。私がこの研究所に来る前のことです。工藤さんのような方やこうした部門があったらよかったのですが。それは寝耳に水でした。ニュースや情報としてはゲノム編集技術が実際利用可能になるということは分かっていました。ただそれが自分の身の回りで実際に考えるようなことになるとは思ってもいませんでした。
なるにしてももっとずっと先だろうと。反対も多かったですからね。技術の安全性や将来性を不安視する声も多々あった。それは今もそうです。優勢思想じゃないかという批判までありました。だから実用化はもっとずっと先だと思っていたんです。まさか自分たちが当事者になるなんて。やはりそのどうぞ。すみません。しないと決め手になったのはそうした不安があったからでしょうか。不安、技術的な不安。そりゃ不安はありましたよ。先行事例がほとんどなかったわけですから。ですよね。ゲノム編集をしても 100% 疾患が取り除けるかどうかわからない。仮に取り除けたとしても、そのゲノム編集が別の遺伝子に何か良くない影響を及ぼす恐れもある。オフターゲットというものですね。え？オフターゲット。狙いとは違った結果になることを指す言葉です。そうです。だとしたら、そういう良くない可能性もあるのだとしたら、リスクが大きい。そうですね。まずはそう考えました。ゲノム編集をせずとも遺伝子が影響を及ぼさない例だってあるわけですから。そう考えると踏み切ることはできなかった。そういうことになりますか。私たちだけの話じゃないって思ったんです。私たちだけの話じゃない。受精卵にゲノム編集をする、遺伝子を操作するっていうのは、その編集された結果が残り続けるわけです。次世代に。そうです。その子だけじゃない、そのまた子供、そのまた子供って子や孫に引き継がれていくわけです。そうした次世代に何世代か先に悪影響を及ぼすことがあるのかもしれない。その責任のことを考えました。僕たちの子供はいいかもしれない、僕たちもいいかもしれない、だが将来次世代に何か悪い影響を与えるかもしれない。なるほど。わからないことが多いですからね、まだまだ。今もそうなんですか。はい。先ほどのオフターゲットの一つですね。編集を施して疾患の原因となる遺伝子を取り除くことができたとしても、実は別の遺伝子に影響を与えていて、数世代先にその影響が現れる。その可能性もないわけじゃありません。例えばどんな。何か思いもかけないような病気とか。それが私たちの決断でずっと引き継がれることになる。ゼロじゃない話だよ。現在ゲノム編集を施され生まれてきた世代は最年長者でも20歳だったと思います。この技術の本当の意味での結果が分かるのはもう少し先になります。私たちが死んでしまったずっと後。そうです。だからこそ簡単に判断してはいけない。え？私たちは、まあ、そう考えました。ゲノム編集に踏み切りたい、そう思うことももちろんありました。私たちの間でも考えがくるくる変わって。ですよね。ただ、次世代に、未来の世代にそうした悪影響を、取り返しのつかない何かを残してしまう責任のことを考えました。私たちにはその責任は大きすぎる。生まれてくる子供にも。大げさな考えと思われるかもしれませんが、社会全体のことを考えてということですよね。そうです。自分たちの気持ちに流されるのではなく、社会全体のことも考えようと。そのくらい慎重になるべきだとは自分も考えています。いわば人間の設計図を書き換えることになるわけですから。そうした可能性があるってことですよね。そうです。あくまで可能性です。ならない可能性も十分あります。だからこそ制度として認められているわけです。社会としてこの技術を活用していこうという合意は取れているわけですから。ですよね。はい。ほら。何がほら。可能性っていうことはいい影響を及ぼす可能性だってあるわけですよね。理論上は。ほら。だからほら何。だって。だって。いや、
いいから。え、なんだよ。いい、後でね。え、いいって何が。あの、すみません。他には、そうだな、ゲノム編集をすることで抱えることになる日常の負担のことも考えました。というと、検査とか、半年に1回定期的な検査入院が課せられる。ああ。小さいうちはいいですが、小学生ぐらいになると子供はなんで自分だけって考えるんじゃないだろうかとか。疎外感を感じさせたくない。そうです。旅行なんか行くときも、長期的なものは申告が必要なんですよね。そうです。今もですよね。胸が痛むのですが、それはどうしてもそのゲノム編集を受けた子供は観察対象なわけですから。もちろんそれは当人のことを考え、分かってます。それはその子だけじゃない。さっきの話にもあったように、ゲノム編集技術は何世代先に影響を及ぼすかわからない。そのため当人だけではなく、その子供、その孫まで検査を定期的に受けることが義務付けられる。ずっとです。ずっと背負い続けることになるんです。その負担は大きいでしょうか。大きいと思います。感じ方にもよりますが、私たちには大きく感じました。その、はい、どうぞ。あ、いえ、大丈夫です。他の子供たちとできるだけ同じように生活を送らせたい、そういうことですよね。ええ、特別な子ではなく、私たちとしてはみんなと同じように生活してほしかったんです。学校へ行って学んだり、公園で遊んだり。わかりません。子供にとって何が一番良いのかということを考えました。なるほど。それは何だったんですか。え、差し支えなければ何が一番いいと思われたか教えてください。おい、だって今おっしゃったじゃないか。え、俺だってなるほどって言っただろ。え、他の子供たちと同じように育てたいって。そうですよね。ええ、はい。な、それなら。おい、ちょっと考えないよ。奥さん。あ、大丈夫です。いやいや、いいんですよ。いや、まあ、本当にいいんですよ。奥さんの言いたいこと、わかる気がします。他の子供たちと同じように育てたい、それが子供にとって一番いい。だからゲノム編集を行うのをやめよう。これじゃ納得いかないんですよね。はい、すみません。でもそれはお二人の考えを否定したいじゃなくて、間違ってるとかじゃなくて。いいんですよ。ただ自分だったらそれでは説明できないってことですよね。きっと生まれてきたお子さんに。はい。おい、だってなんだよ。だってそれは間違ってないけど、私だって他の子供たちと同じように育てたいってそう思うけど、他の子供たちと同じように生活をさせたい、だからこそゲノム編集をしよう、そう考えることもできると思うんです。それが子供にとって一番いいって。だからそれはさ、検査とか。そうだよ、生まれてくる子供が望んだわけじゃないですからね。おい、ゲノム編集しないでほしいって。すみません、あの。いえいえ、いいんです。奥様のおっしゃる通りですから。10歳になれないって言われたんです。奥様。いいんです、あくまで確率の話で、もうちょっと柔らかい言い回しでしたけど、10歳を迎えるのは難しいだろうって言われたんです。私たちの時はもともと私の持つ遺伝子の中にそうした遺伝性の疾患があったようです。私はたまたま発症せずに大人になれただけで、その遺伝子は今も私の中に眠っていると。驚きました。幼少期に発症する確率が高いらしいんです。だからもし発症すれば、遺伝子の影響が現れてしまったら、子供は10歳を迎えることはないだろう。ショックはありましたけど、迷ったり悩んだりはしませんでした。生まれてくる子供はどんな病気を持っていても、私の子供に変わりはないわけですから。
その通りです。それだけなら迷うことも悩むこともなかった。迷ったり悩んだりはゲノム編集を行うかどうか切り出されてからです。とてもよくわかります。ゲノム編集を行えば長生きできる可能性がある、そう言われてとても悩みました。どうするのがいいのか、何が一番正しいのか、生まれてくる子供にとって何が一番最善なのか。まだ小さな卵のこの子は何を望んでいるのか。考えたんです。ゲノム編集を経て生まれた我が子を本当に私たちの子供と呼べるのか。いえ、もちろん私たちの子供に変わりはありません。そうじゃなくて、それは私たちのエゴによって改変された子供なんじゃないか。本人の希望とは関係ない。デザイナーベイビーという言葉は知ってます。親が自分の望むように子供の遺伝子に手を加え、容姿や能力を操作し作り出された子供のことですよね。そうです。現在世界的に禁止されている行為です。そうなんですか。自分の子供をゲノム編集によって能力を強化できたら、学力とか運動能力を高めようとする両親も出てくるだろうって。我が子をメジャーリーガーにしたい、アイドルにしたい、ノーベル賞が取れるような天才にしたい。そのために第三者機関が存在するんです。皆さんのような生命に関わる疾患の可能性が存在する例に限り、ゲノム編集による処置を認めると判定する機関だ。そのデザイナーベイビーと何が違うのか、そう考えました。それは全然違うでしょう。その境界線はどこにあるでしょう。この子の疾患を取り除くことは、私たちが自分の思い通りに都合よくデザインすることなんじゃないか。この子が持って生まれた、この子の個性を取り除くことになるんじゃないか。そんなことが許されるのか。他の子と違う障害や病気を持っていても、それが私たちの子供、そういうことじゃないか。運動が苦手な子や歌が上手な子供と何が違うんだ。それがいわば個性じゃないか。それが例えば命に関わるような疾患であってもですか。そうです。いいですか。どうぞ。おっしゃることはよくわかります。なんとかしたい、そう思うことが私たちのエゴに過ぎないこともわかってるつもりです。ですが、子供が生まれて育っていく中で病気になったり怪我をしたら治療したいと思いますよね。怪我をしたら治してあげたい、そう思いますよね。それで実際そうしますよね。そうした行為と同じようには考えられませんか。そうかもしれないですね。でもそれはさ、やっぱり違い。どうして。子供だけの問題じゃないって言ったろ。遺伝子に修正を加えるっていうことはずっと受け継がれていくわけで、工藤さんも言ったように人間の設計図を書き換えてしまうわけだから。奥さん、それと子供が将来そのことを知ったときどう思うだろうという問題もあります。どう思う。ご自分だったらどう考えますか。自分がゲノム編集をされて生まれてきたとしたら、もちろん親に感謝する子供もいるかもしれませんが、自分が編集されていると知ったら子供はどう思うだろう。ひょっとしたら自分は編集されなければ生まれるに値しなかった人間なんだ、そう考えるかもしれない。そんな。ないとは言えません。ショックを受けるかもしれない。自分は生まれる前に親によって意図的に操作されたんだ、自分はあらかじめ設計図を書き換えられた状態で生まれたんだ、この自分はありのままの自分ではないんだ、そう考える可能性だってある。取り返しのつかない傷を心に負わせる可能性だって。どうして自分はありのまま受け入れてもらえなかったのか。どうして私たちはありのまま受け入れられなかったのか。あの時、私たちはそんなことを考えて話し合いました。
この子にとって一番いいこと、それはこのまま生まれてきてもらうことだ。たとえ病気を発症しようと力いっぱい愛そう、10歳を迎えられないとしてもその時まで目いっぱいできる限りの愛情を持って育てよう。他の子と同じように、いいえ、他の子に負けないくらいの愛情を注いで育てよう。そう考えてゲノム編集をしないことにしました。女の子でした。彼女はありがたいことにとても元気に育ちました。素直で、どちらかといえば活発で、算数が嫌いで、音楽がとても好きでした。合唱で習った翼をくださいよ、お風呂場で大声で歌うのでよく叱りました。10歳までと言われた娘は12歳を迎えることができました。私たちはとても幸せでした。もったいないくらい。すみません。いえいえ、あくまで私たちのケースの話です。おすすめするつもりも、その反対をするつもりもありません。その、ありがとうございます。いえ、大切な話をしてくださって感謝します。旦那さんもありがとうございます。いえ、私はすごく共感します。そうですよね、生まれてくる子供をありのまま受け入れることが重要なんですよね。だと思います。いや、本当にそうです。ありがとうございます。どうしたの？大丈夫？奥さん。はい、何でも言ってください。私、お二人の話はとてもよくわかるんです。はい、とてもわかるんです。本当です。嘘やおせちじゃなく本当にわかるんです。その通りだなと思うんです。なのにどうしてもお二人のようには考えられないんです。ちょっと、それにお二人のように真剣に考えてくれてたなら、きっとそのお嬢さんもゲノム編集をされてたとしても、それを知らされてもショックなんか受けなかったんじゃないでしょうか。むしろ喜んでくれたんじゃないですか。おい、本当にすみません。旦那さんもすみません。その本当に今のはいいですから。いい、そのお答えしないで。どうしてですか。ちょっと君は黙ってて。え、いいから。気を使わなくてもいいんですよ。おい、何でも聞いてくださいと言ったのはこちらなんだし。いえ、やっぱりこちらがぶしつけでした。すみません、失礼なことを聞いてしまって忘れてください。ちょっと、しっ、何それ。後で話そう、二人で。ちょっと、ゆうちゃん。ゆうちゃん何でもありません。はい、何でも。何でも。石原裕次郎のことです。はい、大ファンで。よく似てるって言われてるんです。よく似てるんです。石原裕次郎に旦那さんが。はい、それで家ではゆうちゃんって呼んでるんです。お恥ずかしい。旦那さんが。ああ、そういえばご主人似てますね。やっぱり面影あります。ヨギリのブルースの頃の。自分ではそんなことないと思うんだけどな。誰。え、誰のこと。石原裕次郎のことだよ。誰それ、昭和の人。え、知らないの。大スターだよ、うん、映画で言うと赤いハンカチとか。黄色じゃないんですか。あれは高倉健です。え、あれだよ、石原良純のおじに当たる人。似てるんですか。とても。いいですね。私からもいいですか。はい、もちろんです。お二人の今の状況伺ってはいるんですが、もう少し詳しくお話ししていただけますか。はい、詳しく。私の遺伝子にそうした因子が発症すれば早くに亡くなってしまう可能性を持った因子があるとお医者さんには言われました。このまま妊娠したとして10
受精卵にその遺伝子が受け継がれる可能性は 50%。 もしそうだった時、将来その子が発症する確率は 90% ほどだと。体外受精で受精卵にゲノム編集を行えば、それを回避できる可能性は飛躍的に高まる。私、祖母が早くに亡くなっているんです。母の姉であるおばも、母も私も幸いこの年まで発症せず成長することができました。だから深く考えたことはなかったんですが、今回検査の結果、そうしたことが分かって腑に落ちました。私はできることなら、そうした、体質を、因子を遺伝させたくないんです。私自身、今でもいつその病気が発症するのか不安になる時があります。わかります。だから自分の子供にはその思いを引き継がせたくはないんです。体にそうした時限爆弾のようなものを抱えながら過ごすのはいたたまれないんです。検査が大変で負担になることも知っています。そのオフターゲットによる変異が起きる可能性も知ってはいます。それでも私はできる可能性があるなら、子供にはずっと生きていてほしい、そう思うんです。ゆうちゃんは、え、ゆうちゃんはどう思うの？え、それはおい、お前、あ、そっか、ゆうちゃんさんはどう考えてるんですか？失礼だよ、初対面の方に。でも、もう聞いてしまったんだし。いいんです、構いませんね。はい、僕は全然。そう？ええ、どうぞ。いいの、ゆうちゃん。せっかくなので、なんて呼ぶか決めませんか？え、あった方が呼びやすい気もするので、仮の呼び名を。せっかくですね。いいと思います。いいんですか？前例はありませんが、皆さんがまあよろしいのであれば、仮の呼び名ですか？ありがとうございます。じゃあほら、あなたから。え、何でもいいから、嘘の名前。急に言われても。では自分は城之内守で。ほう、工藤様ですか？いいんですよ、付き合わなくて。せっかくですので。微妙に読みにくいですよ、城之内。しかもフルネームです。いいですね。はい、ほら、何でもいいから。じゃあ、田中です。ああ、すみません。いいじゃないか、何でもいいんだろう、仮の名前なんだから。では、田中さん。はい、私は、じゃあ、ひばりで。ひばりさん。はい。もしかして、美空ひばりから。はい、好きなんです。昭和の大スターじゃないですか。え、それで石原裕次郎を知らないんですか？じゃあ、私ですね。私は、楓って呼んでください。楓さん。はい。何か由来はあるんですか？ありません、思いつきです。いい名前ですね。ありがとうございます。ひばりも素敵です。ほら、あなただけ名字。じゃあ僕ですね。自分は。あなたはゆうちゃん。え、ね、ゆうちゃん。うん、ゆうちゃん。なんだか自分だけ面白みが。ゆうちゃんの今の気持ちは？え、ゲノム編集に対する今の正直な気持ち。あ、そうですね、僕の気持ち、僕の気持ち、正直したくはありません。今のだよ、今のこの時点の気持ちね。まだこの先はわからないわけだから。どうしてそう思うの？今言わなきゃダメ。もちろん、お二人だって話してくれたんだから、私たちのために。小さな理由から言うと、してしまう社会的責任が引っかかるんです。社会的責任？ゲノム編集が進むことによって起こり得る差別や偏見について。ああ、差別されるから、私たちの子供が。そんなのは僕たちが守ればいい。そうだよ、それはね、僕だって守るよ、それは全身全霊で。そうじゃなくて、ゲノム編集を受けた我が子が差別を引き起こすことになるんじゃないかって。え、さっきのデザイナーベイビーの話まではいかなくても、ゲノム編集を受けた人間が増えてきたら、ゲノム編集を受けていない人間が差別を受けることになるってこと。受験や就職でゲノム編集によって疾患の取り除かれた子供が優遇されるようになったり。そんなことになる？なるよ。現に今身元保証に使われているらしい。
企業や組織にとって都合のいいリスクの少ない人材ということであるらしいです。マッチングアプリとか。何それ、あるんですか。ゲノム編集を受けた若い子たちの一部がアプリに登録して自分は遺伝子にそうした病気や障害の因子は持っていないということを表明したりするらしいです。安全だって。なるほど。使ってるの。使ってないよ。禁止するよう働きかけてはいるんですが、そもそもゲノム編集を受けることが当たり前になってくると経済的にゲノム編集を受けられない人間が不利益を被る可能性が高いわけです。でもそれは私たちが背負うような問題、考えなきゃならない問題。それ少しはあるよ。いえ、ですが奥様のおっしゃることもわかります。楓さん、楓さんのおっしゃることも一理あります。社会全体で考えていくべき問題です。お二人だけで解決するような、まだ解決できるような問題ではないですから。それだけ。それだけって、僕はやはり次世代への影響を考えると踏み込めないなと思います。自分のした決断が子や孫に代々引き継がれていき、いつかそれは想像もつかないような変異を引き起こす可能性もある。可能性でしょ。そう、可能性がある。可能性がある。それに子供の負担だってやっぱり無視はできない。半年に一度の検査、入院、普段の活動だって気を使う。風邪をひいただけで何か変異を引き起こしたんじゃないかってピリピリしなくちゃならない。そうした生活を送るストレスのことを考えたら、それなら何も気にすることなくのびのびと育ててやりたい。そんな、そんな変かな僕の言ってること。変じゃないですよ。だってそれは、それはだから何度も言ってるように。おい、楓さん。はい。気にしないで言っていいんですよ、思ってること。でもそのこれ以上話すのは。聞かせてほしいんです、迷惑じゃなければ。私たちは迷惑じゃないですから。ゆうちゃん、だってそれは期限があるかもしれないんだよ。うん。私嫌だよ。分かってるよ。嫌だよ。せっかく生まれてきてくれたのにすぐお別れなんてできないよ。うん。のびのび育てたい。私だってそうだよ。ずっとそうしたいってだけだよ。それは僕だって気持ちはそうだよ。じゃあもっと前向きに考えようよ。気持ちで決めることじゃないだろ。気持ちは大事じゃないの。そうは言ってないよ。上げ足取れないよ。気持ちで考えずに何で判断するの。よく考えようよ。気持ちだけじゃなくてさ、感情に流されないで、もっと大きな視点で。わからない。楓の長く生きてほしいってのはよくわかるよ。でもそれだって親のエゴに過ぎないんじゃないか。エゴ？ゲノム編集をして長生きさせたい。それはやっぱりエゴだよ。どれだけその子のことを考えていたとしても、それで子供にたくさんの負担やストレスを背負わせるのは僕にはできない。私の自己満足なの。お二人とも少し冷静に。城之内さんもそう思うんですか。え？気持ちで判断するのは短絡的ですか、身勝手ですか。そんなことありません。田中さんはどうして期限付きだと嫌なの。え？遺伝子に長生きできない、病気の因子があるかもしれない、それだと自分の子供とは認められない。そんなわけないでしょ。じゃあ子供を認められないなんて言ってない。病気で早くに亡くなってしまうかもしれない、その現実を認めたくないの。わかるよ。だからって親の意思でそこに手を加えて本当にいいの。それは僕たちの都合だろ。ありのままを受け入れようよ。ありのまま？授かり物じゃないか。僕たちだけの、この世でただ一人の子供なわけだから。お二人のように、ありのままの子供を受け入れる。僕はそれが子供にとって一番いいと思う。それだって親のエゴだよ。ゆうちゃんのエゴだよ。かもしれない。だって、子供だって生きたいと思ってるはずじゃない。楓さん、それはね、私たちにはわからないですよ。そう思うはずです。違うんですか。そうあってほしいとは思います。違うんですか、ひばりさん。楓さんはそう思うんですね。
思います。私はお話ししたようにこの年まで発症せずに生きることができました。夢はあったけど挫折して、安易に進んだ短大で、でも大事な友達もできて、ゆうちゃんとも知り合って、まあ今特別な相手もいないし、ちょっと付き合うならいいかなって、ここでも安易に付き合って、でもいい人で、本当にいい人で、案外広いもので、自分から強引にプロポーズして結婚して、嫌なこともたくさんあったけど、でも生きてないと味わえないことにたくさん出会いました。子供は生きたいと思うはず。そっか、違うかもしれないですね。私がそうだったってだけかもしれません。私は自分の子供にもそれを味わわせてあげたい。夢を追いかけたり、努力したり、やりたいことやってほしい。恋をしたり、夢中になったり、バカなことやったりしてほしい。生きるって素晴らしいことじゃないですか。それを味わってほしい。生まれてきてよかったって思ってほしい。私のエゴかもしれないけど、気持ちでしかないけど、私の ひばりさん。私も楓さんと同じことを考えました。生まれてきてよかったって思ってほしい。あの子がもう最後を迎えそうな時に、私はそう思ってました。この子は生まれてきてよかったと思ってるだろうか。こんなに短い一生でそれでもそう思ってくれるだろうか。そう思ってました。祈るようにして。きっとそれが私たちの選んだ選択の答え合わせになる。この子と過ごした12年間の答え合わせ。あの子は12歳で、次の春を迎えたら中学生になるはずでした。とても楽しみにしていました。3人で行った見学会で、制服を着た先輩たちの姿に随分刺激を受けたようでした。帰ってきてすぐに合唱部に入ると息巻いて、何度もクローゼットから制服を取り出しては眺めてました。別に特に変わったデザインでも何でもない、地味なセーラー服です。最後のお正月は病院で迎えました。その時にセーラー服を着せてあげて、3人で写真を撮りました。ニコニコしてました。早く中学生になりたい、そう言ってました。焦らなくても4月になれば中学生なんだから、しっかり直して数学の準備をしないとダメよって。私はそう言いました。生まれてきてよかった、そう思ってくれたかどうか聞けない。
生まれてきてよかったか、私たちの子供で幸せだったか、生まれ変わってもまた私の子供になってくれるだろうか。最後にあの子が口にしたのは、おい、いいじゃない。けど恥ずかしい。ひまりさん、大丈夫です。あの子が最後に口にした言葉は、お父さん最近臭いよ。そんなことないんですよ。この人、田中はあの子が嫌がることをわざとするんです。ヒゲの剃り残しをすりつけたり。やだ、遊びです、遊び。私たちはひいき目に見ても仲のいい家族だったと思います。幸せな家庭だったと胸を張って言えます。でも時々考えるんです。本当にあの選択が正解だったのか。正解ですよ。ありがとう。楓さんの言う通り、いい人なんですね、ゆうちゃん。いい振り子なんです。でもね、でもあの子は、私たちのところに生まれてこなければ、今も元気に過ごしていたかもしれない。一緒にご飯を作ったり、買い物に行ったりしてたかもしれない。ひまり、お風呂場で翼をくださいを歌ってたかもしれない。すみません、長々と。いえ、ありがとうございます。私たちは幸せだったと思います。10年だけでなく、2年も授かることができて。そう思います。いや、そのきっとお子さんにとっても。ありがとうございます。私は後悔してません。自分の選択をもう一度選び直せと言われても、きっとまた同じ判断をすると思います。ただ想像してしまうだけです。成長したあの子の姿を。幸せだったと思います。ありがとうございます。お二人がご両親で。ありがとうございます。私が楓さんだったら、きっとですけど、生まれ変わっても田中さんとひばりさんのお子さんになりたいって言うと思います。私も。え？私たちも。私たちも生まれてきてくれた子供が楓でよかった。ありがとう、楓。
ごめんね。いや。怒った？いや。嘘ばっかり。本当に怒ってない。ちょっと反省した。何を？俺さ、楓に何回もそれ以上言うなって言ったじゃん。お二人はゲノム編集を選ばなかったんだからもっと気を使えって。うん。傷つけたらどうするんだってヒヤヒヤした。実際傷つけちゃったよ。多分な。ひどいこともたくさん言った。そうだな。泣いちゃったし。ああ。でもさ、ん？もっと気を使え。聞きたいことがあってもわきまえろ。あちらの心の傷のことも考えろ。そう思ったけどさ、それは当たり前のことなんだけど、うん、俺は楓がそういう存在になるようにしようとしてるんだなって、うん、お二人には失礼な言い方かもしれないけど、なんかそう気づいた。いいんだよ。今までごめん。何？すぐ影響される。そっちだろ。それはちゃんと考えよう。うん。納得いくまで最善を考えよう。そうだね。子供にとって何が一番いいのか。お二人の話を聞いてて思ったんだけど、お二人にとって楓ちゃんが世界でただ一人の子供だったように、楓ちゃんにとっても父親は世界で田中さん一人、母親はひばりさんただ一人、そうなんだなって。うん。ちゃんと考えないとね。ちゃんと話し合おう。どんな子供になると思う？運動はできないだろうな。そりゃそう。絵の才能もないだろうな。あるよ。え？私昔漫画描いてたもん。え、マジで？うん。言えよ。やだよ。読ませろよ。やだ、絶対やだ。え、実家にある？ちょっとやめてよ。燃やした、もう全部燃やした。嘘だろ、それ絶対もうない。そうやって話してないことたくさんあるんだろ。さあね。拾い物ってどういう意味？楽しみだね、私とゆうちゃんの子供。